岡崎市にお住まいの外国人の皆様へ住民票作成に伴う2012年7月9日からの変更点についてお伝えします。岡崎市から市外へ引っ越し、または国外へ出国する場合には、必ず事前に市役所市民課または支所の窓口へ転出の届出をしてください。 市外へのの転転出出場合には、転出証明書を交付します。新しく住む市町村で転入の手続きをするには転出証明書と移動する人全員の在留カードを必ずお持ちください。 外国人の方の方居住地の変更や、住民票の写しの交付申請の手続きが市役所の市民化だけでなく各支所でもできるようになります各支所にはテレビ電話を設置してありますテレビ電話で言葉のわかる市役所職員と直接話すことができますので 言葉が通じないといとう心配はありません。外国人住民にかかる制度の変更については、詳しいパンフレットが市役所の市民化、市民共同推進課にあります。英語、ポルトガル語、中国語、スペイン語、韓国語に翻訳してあります。 このパンフレットをよく読んで、ご家族や友人、近所の方にも教えてあげてください。